2024年4月17日、この工事が始まる前にやめといた方がいいということを、ホームページで、上げておいたんですけども、これ形状見てもらったら分かる通り、まあ高架があって、そちらカーブなんですね。かなりの急カーブで、多分まあバスの運転手さんが出て行かれるとしたら、まあこう沿って出て行くんだと思うんですけども、そのオーバーランするかどうかで、もともとあの辺りその植え込みの花壇みたいなものがあったんですけども、それを撤去して道幅広げてオーバーラン、まあ大型車はかなり前に出てからハンドル切らなかったら、まあ曲がれないっていう性質がありますので、まあそういうふうな形で工事してるんだと思うんですけども、やっぱり危険は危険ですね。で、昔もともとこれどうでしたっけ、26年ぐらい前ここありましたっけ、危険だから閉じませんでしたっけ、どうでしたっけ。僕ももうはっきり覚えてないんですけども、多分これするといずれの問題だと思います。そのカーブも結構なスピードで曲がってくる人は曲がってきますね。で、ちょうど、まあ、あちらでは、まあ、あちらの交差点ではちょっと、まあ、交通事故が発生していたみたいですね。だから最初から形状を作るときに交通事故が発生しないような形で、作らなかったら、これもともとそのためにここあの場面出ていく場所をなくして、 あちら信号で合わせて出ていけるように、これでバスの運転手さんも事故がなくなるの話でそうなってたはずです。上から見ると先ほどのバス停からの出口もこれもともとは封鎖されてたんですけども、あと道幅もその土砂のところまでしかもともとはなかったんです。で、カーブはねこれぐらいなんですよ。これ結構急カーブなんですよ。曲がってくる方が先に見えるか見えないかで言うと、もう直線ならなかったら見えないんじゃないですかね。多分もういずれの問題だと思いますよ。